しかしあれですね。見た目の本数以上に、で、番詞はこういったやってんだ。えー <laughs> はい、こっちは、これから LED になってる。そうですね。時刻表の見た目以上に、 大きいのある駅ですね。うん、わ、雨結構降ってきたね。こうなるとちょっといろいろ。瞬間。瞬間しか止ま、うんない。おぉ。そっかそっか,いいか <laughs> そっか,そか,そうか、はい。はいはいはい。 ああ。やれやれ。ちょ、こっから進化すか。進化一で、あぼしってもあるんですね。よっこいしょ。そう、あのね、今回のね、そう、往復切符を買った場合にはね、あの、一つ欠点というか、まあ、普通の人はやらないんですけど。 うちのね、あの、こういった鉄道で回ってるとか、よく駅間散歩って言ってね、駅と駅の間ね、歩いたりすることやってますけど、基本的に、ええー、とね、ええー、それができないですよ、っていうことです。っていうのは、ただからこの、あの、途中下車はできるんです。途中下車はできるんですけど、ですから改札を取ることはできるんですけど、一回改札を出たら、あの、 最小車するのは同じ駅でないとダメなんですよね。だから、隣の駅まで歩いてね、えー、そこの駅から改札に入るっていうのは原則ダメです。まあ、なんやかんや言えばね、あの、あれなんかもしれませんけど、うん、ね、うら、うなんか、裏技というか、あんま良くない手を使うことをそうですなら、うね、もう私、あの、指導でね、あの、改札、 を出ましたよって言って、指導でね、対応したのと、えー、扱いでね、あの、入るときに、いやいや、出るときに、あの、指導で、あの、自動改札通らずに出たんで、みたいなことを言ってね、その時から再入場したよ、みたいな感じのね、ブロースとかですと、まあでもあんま良くないですからね、やらない方がいいですね。うん。なのでね、まあ、姫路まで行って、 姫路で飯食うか。駅そばかな